全日本中学陸上選手権が20日まで、福井運動公園陸上競技場で行われた。女子走り幅跳びでは岡林優衣、高知大津3年が5メートル34、追い風0.2メートルで19位。1年生で200メートル、2年生で100メートルの全国制覇を経験しており、異なる種目での全中3連覇という偉業を目指した逸材。この悔しさを高校でぶつける。 画像、広島美少女図鑑所属モデル、フォロワー3.5万人超、14歳三好美和のインスタショットラスト3本目。助走地点に立ち、何度も胸を叩いて自らを鼓舞した岡林は、勢いある助走から思い切り踏み切った。記録は4メートル75、1、2本目の5メートル34がこの日の最高記録となり、上位8人が進出する4本目以降に進めなかった。 自己ベストの5メートル90には届かず、自分のベストを出し切れなくてすごく悔しい、と言葉を振り絞った。1年時に200メートルで25秒13、追い風0.5メートル、で優勝。2年時には100メートルで12秒12、追い風0.8メートル、をマークして全国を制した。今年4月から始めた走り幅跳びで、異例と言える3種目制覇の異業に挑戦した。 主に練習場所として活動する高知農業高での指導がきっかけ。同校の小松隆先生が幅跳びを教えてくれて本当に楽しくて、新しいことに挑戦したいと思った。4ヶ月を経て経った全国の舞台、悔しさから試合後は涙を流した練習が足りなかったのかなと、練習の大切さを学びました。小学1年で始めた陸上競技、高校進学後については、 100メートルと幅跳び、200メートルも全部頑張りたいと挑んできた3種目すべてに意欲を燃やす。今回に開催されたパリ五輪では、柔道女子52キロ級の安倍歌から刺激をもらった。五輪連覇に挑んだ女王は2回戦敗退。畳を降りると号泣したが、団体戦で再起の一本勝ちを収めた。気持ちを切り替えて頑張っているのが素敵だなと思った。 自分も落ち込んではいられない。喜びも悔しさも全部抱えて、次のステージに進む。